中島さん、はい、おはようございます。おはようございます。今三省堂北九州芸術劇場さんにお邪魔しておりますね。前回の動画でもご紹介ありましたけれども、はい、徳山さんですね。そうです、徳山です。はい、徳山です。徳山です。もうすげー量ありますね。そうなんですよ、結構あるんですよ。ほら、これ見えます？これ、この量ですよ、この量。これだけのカツラをですね、お一人で。そう、徳山さん帰っちゃったもんね。そう、北九州の最初ね、矢島さんが来てくださって、いろいろ手入れもしてくださってましたけど、帰ってしまいましたからね。今どなたのカツラ？これはアンジュの一番最初の、はい、登場のシーンの。なるほど。振り分けの、あの可愛い。あ、すでに可愛い。そうそう、振り分けのあのこういうカツラはアンジュさんだけですから。アンジュさんだけでね、3枚使うんですよね。ちょっとまあこれは見せられないんだけど。見せられないです。仕掛けだから。はいはい。これはもう見ていいやつです。はい、このなんつなんなんていうね、この可愛い眉とあと、うん、耳付けっていうここから垂れるこう可愛い毛があって、はい、あのかぐや姫みたいな感じのね。なるほど。うん、あの可愛らしいカツラです。可愛らしいカツラ。はい。こんな感じです、ね。姫ですか。はい。耳付けね。そうそう、耳付けもつけるから。はい。この後コテでまっすぐに伸ばします。はあ。それはまとめてやりますんで。はい。はい。これだけだとちょっとまだパサついてるんで。なるほど。で今からやるのが図志王のカツラですね。ヌヒになってからの売られてからのカツラなので、最初はあの牛若丸みたいなさ、はい、ああいう、ね、かわいい。稚児髪で登場して、はい、で売られた後はもうヌヒなんでこういう風に下げ髪になっちゃうんですよね。でこれもねやっぱりこの下げ髪でいる時間が長いから次にあの変身するまでずっとこれだから。そうですね。1幕の後半から2幕の半分ぐらいはこれなんで、ね、結構やっぱりね汚れるというか乱れるんですよね。かなりの運動量もありますもんね、しおちゃんはね。このお芝居はカツラ2種類使ってて、そう、玉浦のもそうね。これ私のは網になってなくてもそのまま旧のカツラって言っててね、うん、あの金に直接絹の羽二重が貼ってあって、それに毛を植え付けてある、はい、で色、髪の毛の色も真っ黒なんだよね。ですね。でこれはあの網のカツラって言って、まあ、割とリアルな。で髪の毛の色も割と黒ではない。そうですね、リアルな茶色に近い、ちょっと日焼けしたような。そうそうそう、まあだから普通の人の髪に近づけてあるというかね。ですね。さあ、図志王ちゃんの頭がしっかりと挟まれまして。そうです。これが何をするんですか？これも後ろばらして。ばらして、うん、横の毛が引っかかるんだろうね、うん、ああ、なるほど。長い時間お芝居してるから。 そこで撫でつけだけだと、もうここに一回落ちちゃった毛は戻ってこないんで、うん、それをここに入れ直します。なるほど。はい。で、遅れ毛を全部中に入れましてね、はい、ちょっと目が。これよくうちの動画でも出てきますけど、これ全部人毛ですもんね。これ人毛でございます、ね、これはナイロンじゃないんですよ。ねえ、すごいですよ、ね、人毛でないとこんなコテ当てたりしたらね、うん、溶けちゃうから、ね、チリチリになっちゃうから。で、ちょっとあんまりこう毛が落ちてきているところは瓶漬け油をちょっと足して。あ、瓶漬け油出ました、はい、瓶漬け油です。全身ざっとお友達瓶漬け油なくてはならないよね。なくてはならない。歯舞台するにしても、化粧するにしても、かつらかけるにしても、そう、何でもかんでも。あ、でも全然違いますね、まとまり方が。そうで、細い櫛に変えて、それでまとめていくんだけど、これだとまっすぐになっちゃうんで、ちょっとこうこういう風にしよう。そうするとこうふわっと。ああ、すげえ、うん、でこれをさっきみたくこの芯に戻して、で引っ張っていくと。内側から見てるからわかるんですけど、うん、櫛で解くと本当に艶変わりますね。うん、ね、すごいよね、人間の髪の毛。全然変わりますね。
あ、肩結びなんだ。一応それでギューッと縛って固めて、うん、なるほど。これが緩いとね、ほどけてきちゃうから。そうですね、うん、よいしょ。今度はこの黒いもったいで下を絞ります、うん、これ簡単そうに見えるけど、最初このもっとい絞るのができなくてね。いや、手もう一本欲しいですねこれ、うん、自分の口がないとあ、でもこれでしっかりと固定されますね。で、あとはこの、あ、これはもうだからそのもっといとかじゃなくて、その、うん、現地で調達したような、そう、これで髪の毛を縛ってるという手だから。手ですね。本当はもっといなんてないからさ、うん、でもっといをまあ言えば隠すように縛るというかね、はい、ということで出来上がりました。はい、これでずしちゃんにかぶってもらいます。これかぶせるのは袖でね、私がやってるんですけど本当に床山さんですね。そうそうそう、自分の出番の合間にね。ということで、今日はカツラの手入れをしている様子を見ていただきました、まだまだ旅は続きますんで、カツラが壊れないように丁寧に扱っていきたいなと思っております。もちろんお芝居も一生懸命やります。ちらっと途中で映り込んでたのが松竹衣装の島崎さんです。松竹衣装のインスタ担当してるらしいです松竹衣装のインスタもぜひご覧ください。ではでは、頑張ってまいりますんで、もし面白いなと思ったらチャンネル登録といいねしていただけたら嬉しいです。ではまた。